自民党の現職国会議員に1人当たり年間1,000人の党員獲得ノルマが課せられているのをご存知だろうか次期衆院選では目標を達成できない議員を比例代表名簿に載せない方針が今年6月の党選対幹部会合で示されたつまりノルマ未達の衆院議員は比例代表で 復活当選する道が閉ざされてしまうことになる。他方一般党員が納める党費は年間4,000円で最大の権利として党総裁選の投票権が付与される。前年前々年と2年連続で党費を納入した党員が総裁選で投票できる仕組みだ。安倍晋三首相の後継を決める 総裁選は緊急を要する時との判断から党員・党友投票が見送られ両院議員総会で選出する運びとなっただが安倍首相は敵基地攻撃能力の保有に関し在任中に方向性を示す意欲を見せるなど政治空白は生じていないようにも思える。党県連は、 総裁選で割り当てられた地方票の投票先を決めるため独自に党員投票を行う方向だ。党本部が党員拡大を地方に求める一方党員は投票権を直接行使できないという矛盾を抱えての選挙となろうそうした中で足腰の強い新総裁が生まれるのかどうか注視をしたい。